ご紹介ありました。スリーピースの役もと申します。よろしくお願いします。まず、客座にて。お手元に、こういう、ハンディになりますけど、先に来られた方は来てないかもしれないですけど、このスライドの内容は別に違うんですけど、一応、うちのテラスをお借りしてます。基本的なスライドでご説明させていただきたいと思います。私たちは、ちょっと今までの2段階かと違って、とても、活動歴の短い団体です。まず、盲育地域に子供たちを居場所っていうことで、今年の4月に出会った3人で作った団体です。で、そこから、その翌月の5月から、今11月まで、だいたい半年ぐらいの活動しかまだしてないんですけども、活動は毎月続けてます。その説明をさせていただきます。まず、合言葉、地域でつながる子育ての輪というところで、私たちはあくまでゴルフ、大東市の一番、西側の地域ですね、に、特化した活動をしております。ちょっと長いんだろう、ざっと横読みいただいて、やっていただきたいんですけども、それぞれ3人であって、3人だけあって3ピースというところから来てるんですけども、3人がそれぞれ子供会だとか、子供のイベントをやってたりとか、それぞれがそれぞれにいろんな活動をしてて、たまたまその子の地域で、4月で出会って、この地域には何が必要なんだろうかとか、例えば子供会がなくなりそうという問題だとか、子供たちが集まれる場とか、保護者が集まって、おおらかにこう語れる場っていうのがないよねっていうところから始まっています。で、それぞれの活動を活かした上で、こういう団体を作って、みんなで支え、みんなで子育ての環境を、環境を向上していこうということで、一致団結として生まれた団体になります。メンバーは3人で今、ちょっと一緒にしてるんですけども、主に活動内容は、地域の子供と保護者がホッとできる子育てサロンの運営を作ったり、不登校の子供と保護者が参加できる当事者会の開催、これを学期に1回。で、最後に地域の子供たちの居場所としての機能を持った子供食堂の開催を、この10月から始めました。はい、なので、今のは3つの活動を軸にやってらしていただいてます。で、この3つの活動、こんな感じで、ちょっと写真もざっくりアップなんですけども、このカフェ、あそまよ、まんまる食堂と書いてもらってください。まず一つ目の子育てサロンですね。子ども会っていうのは基本的に地域では登録をして、会費などを払ったりして、で、役員さんがこう企画をしたりしてやってるのが、大体どこの地域も同じだと思うんですけども、やっぱりその役員、PTA もそうなんですけども、役員がやりたくないとか、役員のやり方が抜けるっていう方は多分、皆さん、なかなか思い当たる節とかいろいろあると思うんですけども、そういう問題もあったりして、気軽にこう参加できるイベントとか、気軽に参加できる居場所っていうのが、まだ思ったよりないなっていうところが、私もずっと住んでて思ってて、で、本当に気軽に集まれる場所が欲しい。で、もう一個は、児童センターみたいなものがないですし、こういうアクロスみたいな、貸し室みたいなところもないんですね。その割に、大東市では、一番子供の多い地域、エリアになります。もう一個、小学校で言えば、全校生徒でも700人ぐらいいてて、各学年100人以上いてるんですけど、一番マンモス校なんですけども、こういう子供たちの、公的なというか、集まれる場所っていうのがなかなか難しいのかなっていうところで、こういうモロカフェっていうのを作りました。で、月1で開催して、保護者スペース、親スペースと子どもスペースっていうのを設けて、親は親で地域のことを話したり、愚痴を言ったりとかの授業に、特にテーマを設けて今やってるんですけども、そこでいろんな情報交換したりとかをやってます。で、子どもたちの方が、前の方にあるんですけど、授業にこう、ボードゲームをしたりとか、お絵描きをしたりとか、これも本当に自由に子供たちやってます。この空間を用意してます。で、二つ目が、明日迷う。これは、明日学校に行くことを迷っていること、保護者の会のちょっと頭文字を取って、なんか可愛い感じで取ってるんですけども、不登校の当事社会ということで、8月から始めます。これはですね、設立のメンバー、私自身もそうなんですけども、不登校とかに関係する、なんて言うんでしょうか、経験がありまして、個人的な話なんですけど、私自身も学校行ってなかった人間で、大学の頃からずっと、登校支援とか、指導みたいなところに携わってきてるんで、それで今もやってるんですけども、で、
まあ、小学校にも不登校の子供たちいっぱいいてて、やっぱり明日どうしようとか、明日行けるかなっていうところで、毎日毎日迷っている子供たちとか親の気持ちを、地域で吐き出せる場が欲しいなと思って作りました。大都市では、ボイスとか、私も書いてたんですけども、ボイスっていう保護者会とかやってたりとか、あとは、まあ、住の道のネオブランド代表のところで、相談もできるんですけども、この人はちょっと遠いんですよね、どうしても。で、できればその身近な地域で知ってる人が、まあ、いるかもしれないんですけども、身近な地域で相談できるのが欲しいよねっていうところで、これを書いたりして。最後が、中学から始めたんですけども、子供食堂を始めました。モロッコにはすでに2つ、子供食堂があったんですけども、私たちは東モロッコっていう地域で始めました。で、これはあくまでよく言われているような、その貧困の解決とか、そういう、名目でやっているのではなくて、集まれる場所であるとか、保護者の顔を見て、子供たちと絆を深めていこうみたいなところも目的になっています。で、これも、毎月、開催していて、ボランティアの方々とか、あとはもう、子供が生きれてくる子供とか、もつながれる場になっております。でも、それがこれで終わりなんですけども、この活動の他に今は、ちょっと面談の一人が始めた、モノコヤという名前で、ちょっと伝えがないんですけども、出た先ほど、明日もよっていう保護者会を始めてるんですが、保護者である子供が、日中入れる居場所がないっていうことで、地域の塾の、空いてる時間帯を借りて、モノコヤという名前のフリースクールのようなものを取り組みの手に始めています。それもいずれ私たちの活動に加えていこうかなというところなんですけども、ちょっとここであえて言うと、ボイスとか住の道にあるんですが、やはりモロッコからは遠い。やはり大東市は東西にこう長い、なんか細い形をしているので、どうしても端っこの地域の人たちが中心部のセンターとか病院を利用するので難しいんですね。それは子供が、その日中学校に行けてない子供を通うっていう面でもとてもハードルになっていて、私もそうだったんですが、小学生の子供は一人で行けません。そのフリースクールまで。やはり地域の、本来では小学校にそういう場所があるべきなんですが、なかなかそこにも行けない子供たち、さあどうしてるかっていうと、家に一人で行けたりするんですね。もしくは、お母さん、お父さんが仕事を辞めたり、仕事をセーブして家に行けるっていう現状があるので、それを何とかした思いで、今、タクシーで確保を。で、ちょっとすいません。ちょっとこのスライドにはないんですけども、私は個人的な活動として、これとはまた別に、一般社団法人をやってまして、そちらの方が、月一回この国の道の的なところでイベントを開催してるんですけども、ここでもうちょっと子供向けの活動をしてまして、スライドないんですけど、子供ハローワークっていうのも、やっぱよくあるようなんですけども、毎月のイベントの中で仕事を通してできるを増やすということで、イベントの中に仕事の体験をしてポイントを稼ぐっていうことをやってます。これは物市という名前のイベントなので、やっています。で、もう一つが、子供カレッジという名前で、これもイベントの中でやってるんですけども、これで気がせだったりとか、保育士の免許を持っている方をお呼びして、チャレンジ講座とか。なので、その場で遊びを通してできるを学ぶっていうコンセプトなんです。開催しているものがあります。でですね、いろいろやってはいるんですけども、こちらの活動も、やっぱり自分が子供だった当時とか、今ちょっと支援をやってきてて、欲しいなって思うものを実現していってる感じではあるんですけども、まだまだちょっとやっぱり活動の幅を広げていかないといけないなというところで、いろいろ、でっかいさんと一緒によくなったりとか、あとは大都市の会議に入ったりとかっていうのも出てきます。はい。どうぞ。ご清聴ありがとうございました。